名前書いてあるね、これ。こんにちは。体を凍らせないようにするとか、そのタンパク質の割合が J2 ペンギンたち、鶏の卵と比べてとても多いため、白いゆで卵にならず半透明なゆで卵が出来上がるんです。それではですね、そろそろペンギンたち、ペンギン舎の方へ来れなく滑らずに登ることができるんです。さあ、歩くだけでは、ちなみにジェンツーペンギンは陸上で走る速さは時速10km ほどと言われています。クジラの仲間、まあ、ハクジラの仲間というふうに言われているんです。で、比較的ね、こうイルカと言われる、まあ、分類のものは、高い音を使ったりするんですが、逆に大きなクジラというのは低い音を使っているんです。この低い音っていうのは実は水中でより遠くへと届くんです。なので遠くにいる、仲間のクジラともコミュニケーションを取ることができるというふうにも言われているんですね。まあ、非常に、ね、そういった能力が発達した、生き物なんです、クジラ、イルカというのは。よく見ていただくとね、こう水中の中ぶつからないで、ね、うまくこう距離を取りながら餌を食べていると思いますが、まあ、基本的に泳ぐときは尾びれを動かして泳いでいるんですが、胸びれを、ね、見ていただくとよく木より動いているの皆さん分かるでしょうか。結構動いてますね。この胸びれの役目っていうのは基本的にこうブレーキをかけたり、あとね、こう旋回するときにうまく使って、いるんです。なのでよくよく見ると細かくこう曲がったりするときは動いたりしているんです。で、背びれというのは基本的にまっすぐ泳ぐときにバランスを取るためにあるというふうに言われています。これがないとなかなかね、まっすぐ泳げないね、っていうふうに言われているんです。はい、話しているうちにあっという間にね、3食べも全部食べてしまいました。さあ、本日はですね、まあ、このイルカたちの水中で餌を食べる様子を見ていただきました。まあ、本来とはまたちょっと違ったね、様子でもあるんですが、まあ、イルカたちは常に、こういった水中で暮らしているので、こういうね、水中の中での動きもスムーズにすることができるんです。はい、では、以上をもちまして、動物たちのイルカ、動物たちの遊び時間を終了します。皆さんありがとうございました。こんにちは、おじいさんに。寒いな。你好。カツオ、なぜ敵を作らないかと言いますと、野生のアザラシは毎日肥料とかを食べて食べれているとは言いません。
参加していますけれども、その中にダディーという名前で18種類の昆虫で、足が一番速く泳ぐことができるはい、例えば金たちが降りてきましたので、戻っていきたいと思います。滝のような高いところへと登っていくことができるんです。おー、そしてその上から海へ飛び込むことがあるんです。綺麗な飛び込みを決めてくれました。さあ、そして海の中では泳いでいる魚を追いかけたり捕まえたりしています。ここからはその様子をリングを使って見せてもらいましょう。これからトレーナーが持っているこちらのリング1本ずつ揺らしながら投げていきます。それでは花ちゃんに飛んでみます。1本ずつ、続いて2本目、ちょっと惜しかったですね。3本目、このようにイタリアは動くものを目で追いかけるのが得意なんです。とても動体視力に優れているんですね。さて、今回は鹿とアザラシの見分け方、そしてイタリアについてお話をしていきましたが、花ちゃんとはお別れの時間です。皆さんありがとうございました。それでは、かなちゃんは奥のプールへと戻ります。